秋葉で演歌。皆さんこんにちは。新曲夢を二人でで頑張っている雪見さくらです。そしてアシスタントを務めていただくのはこのお二人です。皆さんこんにちは。平成の狩人こと横浜セブンです。デビュー曲夢街道で頑張っております。兄の中川祐希です。弟の吉高です。さあ始まりましたね、はい、今週もよろしくお願いします。はい、ます。あれお兄ちゃん23日誕生日じゃない。そうなんです、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。まあそんなね、おめでたいっていうかね、年ちょっとね、まあまあ、増えちゃいますけど、おいくつなんですかって聞いた人で、37ですね。あ、そんななんの。そうよ。あ、そうなんだ、大人っぽいですよね、いつも。まあ、だんだんの、なんていうんですかね、年取ったなって感じるんですね。僕、やっぱり最初にやっぱりこう、まあ、社会人になった時に37歳って言ったら、えらい年上に感じましたからね、やっぱりその、その全自分見た、はい、目に、あ、ゆきみさんから見て僕たちもやっぱり年上に感じますよね、ある程度ね、お兄さんって感じです。ね、じゃあ昔はね、誕生日なんかプレゼントねあげたりしてたんだけどね、そのうち元気になってそのうちやめたもうやめちゃったんです。行ってこいだからあんまり意味ないみたいな。前にだってうちの兄貴ブリーフ派ですごいアニマルの虎とかライオンとかああいう詰め合わせみたいなセットを僕に誕生日プレゼントくれたんですけど、それちょっとこれ履かないだろうっていうね。僕だって父親からね、ゾウさんのちょうどなんですか、鼻こう出てるやつもらいましたよ、先んとこが、ね、だからちょっと父親譲りのとこあるかわかんないです、ね、父親譲りで、はい、そうかそうか。いや、あれ今日はパンツネタで行くんですか。いや、パンツネタじゃないんですけど。パンツネタじゃなくて、そういえば、はい、ね、まあ、お誕生日は、まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。そう、僕たち の地元の横浜館内はい、はい、雪見さくらさんが、はい、もうだいぶもう進出してるっていう、はい、もう情報が情報来ました。いろんなとこからみんな来るし、で、でもよっちゃんも飲み行ってるとこで、うん、出会ったんですよね。雪見さんがお会いしたんです。来たって言って、はい、そうなんです。そう、僕もねこの間ね、まあ、いろんな店ちょっと僕たちも、まあ、いろいろ、ね、お付き合いがあっていくんですけど、そうするとね、雪見さんのね、そのチラシっていうか、はい、あれが置いてあるんですよ、結構。嬉しいですね。来たのみたいな、はい。そうすると皆さんね、秋葉で演歌の番組のチラシとか、うん、これもらったんだ、はい、どうのっつって。で、この間ちょうど僕たちも、僕も、ちょっとお祝いのとこ行ったら、はい、雪見さんと入れ違いで、はい、そこのお祝いのオープンの店があったんですね。はいはい。そしたら、僕行ったらね、またやっぱり雪見さんのがそれ貼ってあって。あそこですね、あの店ですね。そしたらね、この子がね、来てくれてって、歌っててくれたのよっていう話です、ね、もうみんな可愛いって評判ですよね、はい、すっごい声絶賛だったんで、もあ嬉しいです。もうその前からね、いろんなとこから電話が入ってくるの、結構。あ、電話で来るんですか、うん、あとお客さんがうち来て、はい、雪見さくらさんって知ってるって、そのみんなそのチラシを必ず持ってくる、そのそうなんですか、横浜セブンという、はいはい、雪見さくらみたいな番組の、はい、番組のやつでね、皆さん大絶賛、綺麗ですよねっていうから、そうですよって嬉しいですね。いや、もう街で光ってますよ、僕何回も見かけてる。声かけてくださればいいのに。結構パトロールしてるんで、はい、いや車でね移動が多いんでね、はい、あ、歩いてると思って。そう、何乗ってるんですか。黒ですか。黒車、ね、前ブログで見たんですけど、それで、あ、と思うんですけどね。そう、結構派手に歩いてるって言って、上りとかこうやって立てて、上り立ててます、駅前でね、もうそうですね、なんていうの、台置いてね、もう写真付きですから、写真付きで。駅前時は、駅前で歌うんですか。歌う時もあるんですけど、あ、そのラジオっていうか、ラジオのそうです、ラジカセで生歌みたいな、もうインスタントで、はい、でも今時なかなかね、本当その飛び込み、そのビルの中ガンガン飛び込んでいく大工さんいないじゃないですか。ないですよね。すごいなと、僕たち本当見習わなきゃなって思うんですよ。ゆきみさん若いのにすごいなと思って。一緒に行きませんか今度。いや、足手まといになっちゃいけないですね。ねえ、本当にいらっしゃいませって言われてる。いらっしゃいませって逆に、ね、間違えられちゃいますよね。本当に、まあ、大変は大変ですけどね。大変ですよね。でもその中でやっぱり、まあ、いい優しい方というか温かい、はい、温かい、もう皆さん館内の方はね本当に優しい方ばっかりですよ。じゃあまた館内ネタ次回話しましょう、というわけで、はい、今日はこんな3人でお送りいたします。あなた今すぐ愛
この秋葉で演歌は秋葉原のスタジオから毎回豪華な歌手の方々をお迎えして楽しいトークで大いに盛り上がっております。今回ゲストにお迎えするのは昨年40周年を迎えられました定築エンタテインメントのペドロ&カプリシャスの皆さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ペドロ&カプリシャスは1971年に別れの朝でデビューをされ、ジョニーへの伝言、五番街のマリーへなど連続ヒットを放ち、誰にでも愛されるカプリシャスサウンドを確立され、メキシコ、キューバでコンサートを開催されるなど、陽気で華やかなステージを展開されていらっしゃいます。今週はですね、結成の経緯、そして音楽性のお話などお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。まずあの結成の経緯からお願いいたします。結成というのは71年が若田さんのデビューの年なんですが、はい、それより前の4年ぐらい前に作ったんですよ。はい、あの最初のメンバーというのはあのアレンジで有名な龍崎浩二、はい、彼が一度初代のピアノでね、はい、いろんな今はもう全部卒業していろんなジャズ面になったりね、はい、いろんなとこで教えてる連中が多いんですけど、はい、今はもう再編成して若い子に変えました、はい、僕が年取ってるんで、はい、若い子帽子が合うのでお似合いで、はい、すごいやっぱりリフレッシュしていいですよね、はい、でもメンバーが変わって、ね、はい、どうしてもあの僕はあの今までいたメンバーといろんな話してあの今回の地震の後ねずっと仕事をキャンセルになったわけですよ、はい、でいろんな考えることがあって一人ずつ話してどういう音楽性に行くかっていろんな話してやそこでバッと切り替えようってそれだけ切り替えたんですよ、はい、あのまあ、自分たちの何ですかの、まあ、震災後ってすごく、まあ、仕事がなくなったというかなくなったよね、はい、もうどうしてったらいいかなっていうことを皆さん悩んでたと思うんですけども、うん、僕も悩みましたよあの時は、そうですよね、もうやるとこなくなっちゃう、ね、ちょうど考える時期をくれたったんでね、はい、でもいい方向にじゃあ進んだってことですね、そうです、もう若い時バリバリのロックとキューバ音楽をできる連中を集めて、定期的にあのコンサート開催されてるんですか、キューバの方では。キューバはね、はい、2年に1度ぐらい行ってます。あ、はい、2年に1度、うん、はい、海外遠征って大変ですよね、その全部ツバンさんを連れていくってことですね、そうそうそう、うん、なんか向こうでイベントがないとやっぱり大変ですからね、そうですね、もう本当、まあ、僕たちボーカルなので、あのもう本当最近はもうカラオケだけでお店もあるし、簡単に結構こう、そうですね、いろんなことができるんですけど、うん、本当バンドさんとなると本当その一つがこう全てこう大所帯というかう、ね、動きが大変だろうなと思うんですけど、うん、アメリカなんか行くときはねアメリカのユニオンが大変なんで、あの、うん、楽器持ってくとね大変なの、向こうで演奏されると大変じゃないですか、日本はそういうのないけどね、向こうユニオンがすごい厳しいから、なるほど、だから隠して楽器持ってったり、あのボーカルの方も何人か入れ替わっていらっしゃいますけども、はい、そうだ、はい、何人目か、はい、あの5代目になります、はい、桜井美香です、はじめまして、はい、めましてよろしくお願いします、お願いしますですね、あの桜井さんはあのキュート&ソウルフルな歌声が魅力ということなんですけども、はい、あの加入されたきっかけを教えてください。はい、2年ぐらい前ですよね、あのペドロさんと一緒にライブをする機会がありまして、はい、それからですよね。そうね、はい、ちょうど僕がねペドロ&カプリシャスの他にペドロ・イススコンパニオルスってキューバ音楽のバンドあのライブやってるんですよ、はい、それでそこにちょうどあの彼女の知り合いが僕の知り合いで、ペドロさんあのこういう素晴らしい子がいるんだから一回ライブやってくんないかなって言われて、それで きっかけで、はい、メンバーチェンジするときあそういえばこういう子がいたなって覚えててくださって、うん、ありがとうございますちょうど初代の前野陽子の個室にちょっと似てるのね、ちょっとハスキーでね、ハスキーでソウルフルな、いや本当そうです、この明るなさとか
こういう曲ってすごくハートが必要だと思うので、そのやっぱりプレッシャーとかありますか、そういう受け継ぐというか。それはもちろん、はい、もうプレッシャーだらけですね。そうですよね。皆さんビッグネームの方ばっかりなので。それではあの新曲のお話に移りたいんですけども、はい、はい、この酔いどれマリアが歌う店ですね、はい、こちらは5番街のマリーとジョニーが再会する設定なんでしょうか。どうかい。そういうことになってるみたいなんですね。はい、歌詞の内容が、はい、まあ、あなたがシンガーというね、設定なんですね。マリアさんはシンガー で、はい、でまあ、いつもお酒を飲みながらステージに立ってこうちょっと酔っ払っちゃったりしてるので歌詞もよく間違えるし、で、まあ、特に今夜はあなたがお客さんで来てるから余計にうまく歌が歌えないわっていう、そういう歌詞なんですけど、多分そのあなたっていうのはジョニーさんなんですかね。ちょうど我々がねミュージシャン成り立ての時に友達の出てる店行くじゃないですか、クラブにね、そこに、ね、専属シンガーがいるわけよ。で、ね、やっぱいつも飲んだくれて歌ってるわけ、それを歌詞を忘れてたりね、ちょっとラリッパパなんだな。多かったんですよ。その時代を思い出しますね、この歌を聞くと、でもカップリングはこれ別れの朝、ね、40周年ですから、ちょうどデビュー曲カップリングしまして、ね、酔いどれマリアが歌う店は作詞家の阿久悠先生の、ね、世界が40年ぶりに蘇るということで、ちょっとこれはね、はい、ちょうどブルークメッツの井上君が亡くなった時お通夜で、僕とジャッキー吉川とか見て、はい、いろんな連中と飲んでた阿久悠先生が来たんですよ。で、阿久悠さん、ペドランドカプリシャスはキューバ音楽のグループだと知らなかったですかって言ったら、全然知らないです、すみませんでしたって謝ってくれて、いやそんなことないです、それからなんか作ってくれたんじゃないかなと思ってね、ラテンロックっぽいの。貴重ですよね、そうですね、ちょっと聞かせていただいたんですけど、リズムカルですごく、そうラテンの国にしたんです、ね、結構耳に残りますよね。もっと凝ったことにしたいなと思ったけどね、やっぱり一般の人に好きになれるように、そうですね、歌いやすい感じのがいいですね、サンタナっぽくね、はい、本当サンタナっぽくしなくてもっとキューバっぽくしたかったんですけど、やっぱあんまりマニアックにしちゃうと、そうですね、離れちゃってね、こちらはプロモーションビデオはあるんでしょうか。40周年の、はい、それと新曲発表のライブがありまして、それを撮ってきましたので、はい、じゃあ今日は40周年記念のライブ映像を ご覧いただくということで、そうですね、ですね、はいはい、ではそれでは曲紹介の方をよろしくお願いします、はい、ではペドロ&カプリシャスで酔いどれマリアが歌う店、thank you.
それでは僕たちのデビュー曲夢街道聴いてください。坂を下れば海が見える、あなたと来るはずだったこの街、恋人気分もう少し夢を見させてくれますか。あなたがいないと生きられないと、すがりついたら抱きしめてくれるでしょうか。涙止めて時を止めて、面影思い出巡り巡って、涙止めて時を止めて、どこまで続く夢街道。揺れるコスモス風に揺れて、あなたの心のようで悲しい、幸せすぎたすれ違い、願い込めてもダメですか。思い出だけでは寂しすぎると、手紙書いたらもう一度戻れるかしら。涙止めて時を止めて、面影思い出巡り巡って、涙止めて時を止めて、どこまで続く夢街道。涙止めて時を止めて、面影思い出巡り巡って、涙止めて時を止めて、どこまで続く夢街道。どうでしたね、なんか40周年の重みをすごい感じる。ありがとうございます。華やかですね、すごくやっぱり、ありがとうございます、はいはい、それでこのライブを開催された場所というのはどちらになるんですか。東京プリンスパークタワーホテルのメロディーラインというところでやりましてね、ここジャズクラブなんですが、はい、はい、いつやったんですか。2月1日です。ちょうど僕のね70歳の誕生日誕生日と誕生日と新生カプリシャスと新曲発表を兼ねてやらせていただきました。すごいですね、その 三拍子というか三拍子揃ってますね。ちょうど俺の、ね、開期祝いかな。
すごいなんかビッグネームの方もね、あのゲストの方たくさんいらっしゃる、はい、あのお祝いに駆けつけてくださって、うちの元メンバーの高橋真理子と旦那のヘンリー、フルートのヘンリーが来たり、その時のドラムとかギターがみんな来てくれて、あと清水明とかね、この酔いどれマリアが歌う店の歌にあたってですね、はい、ポイントなどございますでしょうか。ポイントですか、はい、まあ、歌詞がですね、あの、まあ、サビがロレロレロレロロってね、はい、あの聞いていただいたように、あのちょっと酔っ払っちゃってみたいなところなので、うん、はい、あのそうですね、私はお仕事で歌うときはもちろん飲まないんですけど、あの今これカラオケに本当に飲まないんですけど、あのカラオケに今入ってるんですね。でカラオケであの知り合いにちょっと歌ってよって言われるときはやっぱ少しお酒を入れて、本当にちょっと酔いどれてる、酔いどれっていうとちょっとね、あの大酒飲みみたいですけど、うん、少しお酒を入れてちょっとそういう感じでっていうね、うん、そうです、ちょっとロレッツが回らないかなみたいな。でももちろんそういう感じで、気をつけなきゃいけないのは、はい、頭がストーンでなくて全部一泊半から出るからね。あ、そうですね、裏から出るから、それ気をつけてもらえれば歌いやすいんじゃないかな。でもここいいメロディーですよね、好きです、ここ、はい、はい、あの印象に残りますし、そうです、ね、結構皆さんあのライブで歌う時もここ口ずさんでくださって、俺なんか滑舌は、はい、回らないからロレロレロレ常にロレロレ。これ私なんか歌詞で、あの酔いどれマリア、そんな名前をつけられたピアノに寄りかかり、グラスを手にしたまま時々歌詞を間違える、そういう歌詞だからっていう歌詞があるんですけど、私なんか酔ってなくても間違えますからね。まあ大体は誰でもある。え、桜井さんはお酒を飲まれるんですか。はい、ちょっとはいただきます。ちょっとは、はい、ちょっとは、ね、だいぶ強そうですけど、でみんなそれをおっしゃられるんですけど、あ、でもやっぱり酔いますよ、酔っ払って次の日起きたら青技ができてて、なんだこれとか。失敗がなければいいですね、はい、失敗がなければ、そうですね、はい、はいはい、今日も楽しいお話ありがとうございました。次週もよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは私の、新曲です、夢を二人でお聞きな